この T シャツは単なるファッションアイテムを超えて芸術作品としての側面も持っています。それはカラヤマアジのグラフィックと細川氏、デビット氏のデザインが融合したまさに現代アートの一編なのです。紫テルさんのダンスはその独特の魅力によって観客たちを魅了しました。ジャケットを脱ぎ捨て、ただ T シャツ一枚で舞う彼の姿はまるで情熱そのものが身体の曲線に宿るかのように見えました。 彼のパフォーマンスは妖艶でありながらもセクシーで、同時に人組の切なさも心に訴えかけるものでした。その表現には彼にしかない独特なものがあり、まさに彼の魅力を余すことなく伝えていました。彼が身にまとまっていた T シャツと G パンの組み合わせは彼が自らの情熱を表現するための手段でした。そのスタイルには彼のパフォーマンスに対する真摯な姿勢や自分の表現方法に対する彼なりのこだわりが反映されていました。 しかし、その T シャツは単なるファッションアイテムにすぎませんでした。実は、その T シャツにはストーリーが込められていたのです。この T シャツは、世界的に有名な日本を代表するイラストレーター、ソラさんソースとのコラボレーションアイテムでした。唐山ヤマの代表的なグラフィックであるセクシーなロボットが、艶やかな雰囲気を醸し出しています。背面には、セイント・ S-O-R-A-Y-A-M-A という文字があり、これは唐山ヤマのサインフォントです。 この T シャツは未来的な印象とヴィンテージ加工が絶妙に融合されたアイテムであり、そのデザインはセント・ミカエルの得意とするダメージ加工が施されています。この特殊なプリント方法と染料を使用することで色褪せや経年劣化が少なく愛着が湧いてくるコレクションとなっています。さらに、この T シャツの裏にはデザイナーである細川裕太氏とカリソーン・ヒルデ・デウィット氏の名前が刻まれています。彼らは レディーメイドというブランドで知られる細川氏と、ロサンゼルスを拠点に活動するマルチビジュアルアーティストであるデウィット氏が2020年にスタートした、セントマイケルというブランドのコンセプトを具現化したものです。このブランドは、リアルなヴィンテージ感のあるグラフィックプリントが特徴であり、丁寧に縫製されたアイテムは滑らかな仕上がりと快適な着心地を提供しています。さらに、丸道ボディやハンドメイド加工、ドライ感など、 リアルなヴィンテージ感を再現するディテールが満載です。紫てるさんがこの T シャツを身にまとい、そのパフォーマンスを通じて表現した情熱は、ただ単にファッションを楽しむだけでなく、芸術としての価値を持つアイテムを身につけることの意味を象徴していました。彼のダンスは、その魅力的な姿とともに観客たちに深い感動を与えました。 ジャケットを脱ぎ捨てた彼の T シャツ一枚の姿は、まるで現代のアート作品のようであり、その背後には様々なストーリーが込められていることを感じさせました。この T シャツは、単なるファッションアイテムではなく、芸術作品としての側面も持っています。それは、カラヤマアジのグラフィックと細川氏、デビット氏のデザインが融合した、まさに現代アートの一編なのです。その背後にあるストーリーやアーティストたちの情熱を知ることで、 この T シャツが持つ意味もより深まります。それは、ファッションを通じて芸術を楽しむという新たな視点をもたらしてくれるでしょう。ジャケットを着ずに T シャツだけで踊る紫テルさんの姿は、単なるダンスパフォーマンスではなく、芸術の一瞬であり、その背後には数々のストーリーや、